こんにちは、食事処ころさくらです。今日はゴーヤを使って一度食べたら癖になる、でもちょっと一味変わったレシピをご紹介します。ゴーヤってあんまり馴染みがないので、ちょっと扱いにくいなっていう感覚ありますよね。わかります。でもゴーヤの苦味とかえぐみについても動画の中で詳しくご説明してますので、ぜひ一緒に頑張りましょうね。それでは早速調理スタート。まずは今日の主役、ゴーヤの下処理です。今日はまるっと1本、グラムにすると300グラムぐらい使いますよ。ゴーヤを選ぶとき、私はほどほどの苦味の方が好きなので、緑色が薄くイボが大きいものを選びます。苦味の強いゴーヤを食べたいときは濃い緑色のゴーヤを選ぶのがおすすめなんですよ。それでは下処理に移ります。まずは頭とお尻の硬いところを切り落としてから、中のタレを取りたいのでゴーヤを縦にパッカンします。このままだとちょっと曲がってるので切りにくいんですよね。なので横半分に切ってから縦半分にパッカンしていきましょう。そうすれば綺麗に半分に切りやすいんでね。半分にカットができたら、見てください、このゴーヤ、種がちょっとオレンジ色なの見えますか？ゴーヤは緑からオレンジに育っていくので、種がオレンジ色なのは成熟してきた証拠なんです。腐ってるわけじゃないんでね、ここは安心してください。そうしたら中の種はスプーンを使って取り除いていきます。この時のスプーンは小さめの方がやりやすいですよ。大きいと必要以上に周り削っちゃうんでね。中の種の部分だけ取り除くイメージで OK です。優しくカリカリしていきましょう。こんな感じに綿残ってて大丈夫なんです。実は綿って苦くないんですよ。苦いのは表面の実の部分なんでね。ピーマンも一緒ですよ。なので無理して取る必要ないので安心してください。それではゴーヤをカットしていきます。ゴーヤは2ミリぐらいの薄切りがいいですね。あんまり分厚いとえぐみや苦みを抜くのに時間かかっちゃうんでね。さっと抜いてさっと炒めるように薄切りがベストなんです。ゴーヤのカッターこんな感じで OK です。炒めればしなっとなるので長さは自由ですが、厚みだけはこれぐらいで揃えられるように頑張りましょう。カットしたゴーヤはボウルの中に入れていきます。ゴーヤを気持ち斜めにカットしていくと長さが出て食べやすいです。太いところはまっすぐに切って、短いところは斜めにすると長さが揃うんでね、ゆっくりで大丈夫ですよ。全部カットができたら、このゴーヤのボウルに移動して、ここに水を1リットル、それから塩大さじ1、この器は計量ちょっと間違えて少ないですが、大さじ1の塩で OK ですよ。入れたら塩を溶かすようにしっかり混ぜておきましょう。そこでぜひゴーヤを一つ食べてみてください。この状態だと苦味の他にじわっとえぐみが来ないですか？うん。ここで私は苦味が苦手なんじゃなくて、えぐみが苦手なんだなって気づいたんです。苦味は癖になって美味しいので、えぐみを抜きたいな。そう思っていろいろ試した結果、塩水にさらすのが程よくアクが抜けて食べやすくなったんです。なのでこのまま10分水につけて苦味を抜くというよりもえぐみを抜きます。苦味はゴーヤの持つ旨味なので、ほどほどに残すのが美味しいんでね。次はちくわの下処理です。今日は4本使います。のりふみさんのちくわ見つけるとやっぱり買っちゃいますね。旨味もしっかりあって食感もプリッとしてて美味しいんでね。そうしたらちくわをゴーヤと同じような形でカットしていきます。形が揃ってる方が食べやすいんでね。まずは縦半分にカットしてから斜めに薄切りしていきましょう。野菜だけだとどうしてもおかず感とかボリューム感が少なくなるんですが、ちくわやツナなど動物性の旨味が加わることによって手軽に満足感も得られるし、毎日の食事で必須になるタンパク質も取れるんでね。ちくわのカットはこんな感じで OK です。そうしたらラップ風呂敷に包んでスタンバイしておきましょう。私はなるべく洗い物を減らしたいのにラップを使ってますが、もちろんボウルやバットでも大丈夫です。そこお好みなんでね。ここでまな板包丁はもう使わないので片付けちゃいます。すぐに洗った方が切れ味も長続きしますよ。そしたら次は合わせ調味料を準備します。調味料はとってもシンプルです。まずはみりん大さじ2、これですっきりとした甘みを加えます。ここに醤油小さじ2、これが旨味と塩味になります。実はタレはこれだけなんです。だけどこれが素材の味を楽しめて最高に美味しいんです。別で砂糖小さじ1を準備しておきます。これは下味につつこっくりとした甘みを加えるためですよ。それとこれも大事な調味料、卵を1個使います。でも今日使うのは卵黄だけなので先に分けておいて、白身はスープやお味噌汁に使ってください。このやり方が難しい時は黄身だけを手ですくっても大丈夫です。黄身と白身が分けれたらラップをかけて保存します。白身はもちろん冷蔵庫に、
黄身はすぐ使うので常温で大丈夫ですが、乾燥しないようにラップをかけておいてくださいね。それでは10分経つのでゴーヤに戻って、ここでぜひ1個食べてみてください。苦味は残っていますが、イガイガのようなえぐみがなくなってすっきりとした苦味になってると思います。これでだいぶ食べやすくなるんでね。そうしたらザルで水気を切っておきましょう。水気はペーパーで拭き取るまでしなくても、しっかりと切る程度で OK です。後で炒めるときにしっかり水分飛ばすんでね。それでは全部の準備ができましたので、早速調理していきます。フライパンを弱めの中火にかけて温めます。コク出しに炒める時の油はごま油を使います。ごま油は最後にちょこっとかけると風味が出ますが、炒める時に使うと風味が減ってコク出しになるんでね。油が温まったらちくわの表面に焼き目をつけるようにちくわから炒めていきましょう。ゴーヤには水分がついているので、同時に炒めると焼くというより煮る感じになっちゃうので焼き目がつきにくくなっちゃうんです。なので先にちくわを炒めて、ちくわにほんのり焼き色がついてきたら、ここにゴーヤを加えます。ザルに引き上げておけばだいぶ水気も切れるんでね。さっとゴーヤを広げたら、ゴーヤ全体にかかるように下味用の砂糖をかけておきます。ちくわには下味がついているので、なるべくゴーヤにかかるようにかけていくのがベストです。あとはお好みで輪切りの鷹の爪、これがアクセントになるので、私はちょっと多めに入れるのが好きですよ。そうしたらさっと混ぜながら、ゴーヤがしなっとするまで2分ほどを目安に炒めていきましょう。ゴーヤはビタミン C が特に豊富なんです。ビタミン C は紫外線対策にも必須なんでね、夏場は特に重宝しますよ。水にさらすことで栄養素はちょっと減りますが、ゼロになるわけじゃないので、そこは安心してください。2分ほど炒めたら見てください、大きめのゴーヤがほんのり透き通ってきて、しなっとしてきたの伝わりますでしょうか。くたっとじゃないですよ、しなっとです。そしたらここで慌てないように火を止めて、火を止めてから合わせ調味料を加えます。今回のタレは絡めるというよりもなじませるなので、一度火を止めてからゆっくりで OK なんです。ちなみにゴーヤは火を通しすぎると食感がなくなっちゃうので、火が通ったぐらいで OK なんですよ。全体にしっかりなじませたら、ほんのりタレの水分残ってますよね。これだとベチャっとしてるので、もう一度弱めの中火にかけて、仕上げにさっと水分を飛ばしていきましょう。すぐに飛ぶんでね。こんな感じに水分がなくなってくればバッチリです。そうしたら最後にもう一度火を止めます。ここで炒りごまをたっぷり手ですりつぶしながら加えてください。そしてみんな忘れてた卵黄を、ここで余熱でさっとなじませます。この卵黄がむちゃくちゃいい仕事してくれるんです。お弁当や常備菜にするときは入れられないですが、卵黄が入るとゴーヤの苦味が全面に押し出されず、最後にほんのり苦味がきて、これが食べやすくて癖になるんです。これ騙されたと思って味見してみてください。うん、うん、うまっ。これで1本ペロッと食べれちゃうゴーヤ炒めの完成です。ゴーヤ炒めってなんかあれですね。じゃあゴーヤのきんぴら仕立ての完成です。それでは盛り付けていきます。今日のポイントはゴーヤのえぐみを取ることと、ゴーヤを炒めすぎないこと。ゴーヤ初心者の方や苦味が苦手な方は、ゴーヤを選ぶとき色が薄めでイボが大きいもの、これを基準にして選んでください。おすすめですよ。ご飯のお供にしても、おつまみにしても、むちゃくちゃ美味しいので、これぜひ試してみてください。それでは、いただきます。うん、うん、うん、うまっ。最後に卵黄コーティングしてるので、一口目はまろやかが来るんですけど、だんだん噛んでるとゴーヤの苦味がじわって出てきて、程よい感じになってて、これ最高に美味しいんです。よほど気に入ったんですね。むちゃくちゃテンション高いですね、撮影してる時。うん、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 うまっ。うん、それでは今日もいただきました。グーです。それではまたお会いしましょう。食事どころさくらでした。このレシピゴーヤ1本ペロッと食べれちゃうので、このレバイバーイ。